皆さん、こんばんは。ユニタイムズです。どうも、おはようございます。ユニタイムズの時間です。この間は、ちょっとね、難しかった。まあ、僕はね、個人的に難しく、まあ、感じたんですけど。うんうんうん。やっぱこう、どうしてもね、こう、宗教とかの話になると、ちょっと難しくなるんじゃないかな、とは思うんですけどね。うん、うん。そうね。まあ、できるだけ、その、そういうのからちょっとこう、離れた感じでというか、そういうふうなことを関係ない人でもまあ、わかるような感じでちょっと意識しながら、ちょっと進めましょうかね。まあ、宗教なんだけど、宗教ではないみたいな。まあ、うんうん、ちょっとよく、わからない。言葉の意味がわかんないですけどね。まあ、あるいは言葉的に一般的な言葉を使うというかね。ああ、そうですね。まあ、だから例えば前回のことやったらね、結局は人間がその、まあ、堕落したことによってね、その、本来持ってたスピリチュアルな能力、霊感って言っていいのかな。それをまあ、失ってしまったことから、あの、すべてが分からなくなって、今のような時点に、現状に来てるんだと、みたいな。ああ。一緒かな。まあ、まあまあ、噛み砕いて言うか、まとめて言うかの違いやと思うんですけどね。なるほど。そうですね。ただ、そういったね、本来人間が持ってるものって、いうのがね、今開花しようとしてる時代に来てるっていうことはね、ただ、確かなんでね。うん、うん。うん。だから本来の人間にかなり近づいてきつつあるという。うん、うん。まあ、そういう観点なんですけど、まあ、とりあえずじゃあ、行きましょうか。はい。そうですね。はい。今日のテーマというか、今日は、何について？そうやね。やっぱり歴史を通じてね、その、まあ、言うたら神がね、はい、人間を、まあ、その、導いてきた、それぞれのその、ポイント的なことを、ちょっと話していきながら、そして、現代はどういうところに来てるか、みたいなところ、もう本当にこれもあれですよね。すごい、なんかかいつまんだ話になってしまいますけどね。まあ、いずれ、いずれにしても、とにかく早くこの全貌的なところは、一旦ちょっと皆さんに知ってもらいたいっていうことですね。まあ、そうですね。まず、今はとりあえず、まあ、ドストレートに、その、主に、結論をこう、バンバンバーンと言って、で、ちょっと内容は、細かい内容はちょっと後回しでということで、うん、で、こうずっと聞いとったら、その、細かい内容を話していくので、まあ徐々に徐々に、その、肉がついてくるというかね。そうですね。中身がどん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 詰まってくるっていうような、そういう感じにしていこうと思ってますのでね。はい。はい。まあ。なのはい。なので、なんていうかこう、何千年という歴史をね。はい。まあ、5分の中で語るみたいな感じです。そうですね。まあまあ、ずっと聞いといてもらえたら、だんだん分かってくるので、はい。聞いてください。はい。ということで、まあ、まずね、現代がどういうところに来てるのかっていうと、はい。まあ、過去にもお話しした、失われた過程をね、取り戻せる、時代に入ってきた。はいはい。ということで、で、家庭というのはまず、男性がいて、うん、女性がいてというかね、うん、夫がいて、まあ、妻がいてっていうことになると思うんですけれども、その、いわゆる夫をまず迎える準備を、今、人類はしているというふうに言っときます。うんうんうん、で、この夫っていうのが何かっていうとね、はい。これが、2000年前で言ったら、まあ、イエスさんになるんです。はいはい。で、もうちょっと前で言ったら、ノアさん。はいはい。で、もっと前で言ったら、アダムさん。うんうん。みたいなね。はいはいはい。で、それを、ビジネス的に言ったら、
キリストさんであったりとか、うん、ビジネス的っていう言い方はちょっと間違ったかもしれないですけどね、うん、誤解を招いたかもしれないですけど、今の宗教ってことですね、はい、そうそうそう、はい、でいうところのキリストさんであったりとか、弥勒さんであったりとかね、うん、まあそういうことなんですよ、うん、でそれを迎えるためにまあ、今日いろいろなね、新興宗教と言われているものが、誕生してるんだけれども、うんうんうん、もしっていうのかね、仏教が、あるいは仏教はなんていうかな、お坊さんとは言わないですよね。あれはなんていうのか、まあ、そのリーダーっていうかね、トップの人たちが、もし世俗的に、彼ら大体堕落してるんですけどね。もし間違わなければね、新興宗教が現れる必要はなかったんです。うん、うん。でから、キリスト教にしてもね、もし、間違った方向に行かなければ、新しいものっていうのが生まれる必要がなかったんですよ。うん、うん、うん。だけど結局みんなね、まあ、金や、あるいはその愛情やっていうかね、そのま、女性問題であるとか、ね、いろんな問題で、どん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 本質を失っていったがゆえに、いろんなものが、新興宗教っていうかね、生まれてきてしまったということなんですよ。まあ、結局、前回かなんかで、言うたような、その宗教の本来の目的、というところらへん、73回でしたっけ ?73 回の、その宗教の本来の目的っていうところを果たせなかったから、どん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 新しいのが出てくる必要があったってことですよね。そういうことになりますよね。うん。だからね、仏教だけの世界で見たらね、日蓮宗、召集というか、創価学会ありますよね。うん、はい。あまりこの話したら、あなたはそうですかって思われそうやけど、決して違うんですが、ね、内容っていうのは、本当に仏教をまとめるだけの、非常に高い、内容、理論的な内容がね、うんうん、あるんですよ、本当に。うんうんうん、だけど、その目的を失ってね、今というかね、まあ、変な方向に行ってる。特に三代目の時から。そうですね。うん、初代はすごいいい人なんですよね。そうなんですよ、本来はね、うんうん。だからあくまでも本来はっていうことですよね。そうですね。うん、で、結局ね、その後何かって言ったら、また別なルートからっていうかね、その大元教っていうのが、まあ皆さんあんまりご存じないと思うのでね、あまりそういうこの細かな話しても仕方がないですけど、機会あったら一度、いろいろ勉強されて、うん、勉強していいかどうかわかんないですけど、だけどやっぱりね、彼らにしても、そのすごい大きな使命を持って誕生はしてるんですよ。うん、うん、うん。天理教にしてもそうなんですけどね。大元教っていうのは、大きい本の教えって書いて、大元教って思うんですよね、はい。そうですね。はい。で、まあ、素晴らしい内容のポイント的なとこだけ挙げたら、キリスト教にしても、仏教にしても、イスラム教にしても、結局は、同じ本質を見つめてるんだよっていうね、ことを、言ってるんですよ。うんうんうん。みんなだから同じなんだよって言ってるんですね。うんうんうん。これむっちゃくちゃもちろん正しいことなんですよ。うんうんうん。ただ、まあ、あんまりもこれ以上深く言うのやめときます。はい。で、まあ、そういうね、大きな使命を持って現れていて、そしてそれらが誕生している目的っていうのが、だから先ほど言った、本来の家庭を取り戻すための出発点を今、世界的に始めようとしてる時代に来てるっていうことなんですよ。うんうんうん、さっきを言ったね。うんうん、だから、それが、宗教的に言ったら、このメシアになったり、キリストになったり、うん、弥勒さんになったりとかになるんだけども、決してそんなね、なんかこう、うさんくさいことじゃなくて、うん、本来の、まあ、人間的な、
一人のまず男性っていうかね。そこから始まって、そしてその人が今度は妻を迎えて、そしてそこに家庭ができるっていう。これを今人類が、この、なんていうのかね、目撃しようとしてるというか。で、その、まず一人目の人物っていうのはですね、この今人類が抱えてる、その政治的な問題であるとか、経済、あるいは芸術、あらゆる分野に精通するだけの、理論的な背景っていうのもしっかりと携えて、まあ、姿を表すというのか、まあ、誕生するということなんですよ。まあ、表に出てくるということですね。そうですね。ただ、表に出てきてもですね、それを迎える基盤っていうのが必要になるっていうことを皆さんちょっと理解してもらわないといけないです。うん、うん、うん。それも何回も言ってますもんね、言ってます。ああ、はい、じゃあ、もうかなり皆さん耳にタコができて、分かってきたかもしれませんけれどもね。まあ、何回もね、出てきてることはやっぱりすごい大事ということで。あ、そういうことですね。はい。ね、はい。これから卒業試験しますけれども、その時に、ヒントを言ってるみたいなもんですね。ここは出ますよ、そうそう、ここは大事ですよ、と。はい。っていうようなことでね、今回75回迎えますけれども、今ね、そういう意味で、まだ、そういった一人の人物を迎えるための準備がなされていないっていうことを、おっちゃん、まあ、おっちゃんじゃないんですけどね、言っときます。で、これはね、本当にね、切実な思いでね、イエスさんから、語られたというかね、2000年前、来たんだ、私は、みたいな感じですよ。ところが当時、迎えるための基盤っていうのが、その、イスラエル民族たちだったんですね。で、彼らは、本当にみんな待ってたわけですよ。その一人の人物をね、自分たちの王の王っていう感じでね。はい。ところが、誕生したにもかかわらず、結局は、その人を、受け入れることができなかったんですよ。それはね、もう本当に、もう、言葉で言い表せない、必要な思いが、あった。まあ、このイエスさんが、ね、伝えてくれたこと、この部分は今回と関係ないので、いずれ、歴史の真実っていう中でね、ちょっとお話ししたいし、全世界のね、キリスト教徒たちに語りたいメッセージでもありますね。まあ、せっかく、その、メシアというか、まあ、救世主が、生まれて表には出てきたんだけども、それの、こう、その人が、まあ、その人を受け入れる土壌ができてなかったってこと。まあ、土台ができてなかったってことですね。そうですね。だから、それはね、現代も同じことが言えるので、いかにその土台がね、しっかりできるか。で、これを間違えてしまったら、生きるか死ぬかっていう、本当に、もう、二者択一みたいな感じなのでね。非常に重要な時代に来てる。まあ、ある意味、でも、チャンスでもあるわけですよね。そうですね。だから、今年が、その、受け入れる準備をするためのチャンスの年ってことですよね。結局、そういうことになりますね。で、そのための期間っていうのがね、まあ、結論的に言ったら3年間ある。それまでの猶予期間があるっていうことですね。で、もう一つじゃあ、もういよいよ放送時間もね、あれなんですけど、もし今回その基盤を作れなかったら、2025年までチャンスはやってこないっていうことです。これも法則の中で、ね、どうしても、そうなってしまうんですね。そうですね。で、もしそのチャンスを逃してしまうと、さらに言うと、おそらく戦争が起こるってことですよね。
どんな形での戦争かはわからないですけどね。まあ、はい、なんとなく僕イメージする。まあ、なんか武力の戦争が起こりそうな気がするんですけどね。そのチャンスを逃すっていうことは、なんかそういうことやと思うんですけどね。で、確かに今そういう気配もあるしね。うん。ただそれを止めることもまだ可能だと。そうなんですよね。だからこそ、こうやって発信していって、ムーブメントをね。そうですね。うん。だからね、まあ、頭で理解するんじゃなくて、本当になんかね、本心で、ちょっとこう感じ取ってまでいただきたいなっていうふうに思います。うん。本当もう生きるか死ぬかの瀬戸際におるという部分と、あとはまあそのチャンス、その本当にある意味だからチャンスでもあるんだっていうね。うん。最高の道を選ぶためのチャンスの年に俺らは今生きてるんだと。うん、そうです。いうことを、感じ取ってもらえたら嬉しいですよね。そうですね。うん、イオンに行けば、本当に素晴らしい、その場面というかシーンをね、目撃できる、その時代を生きることもできる、すごい時やっていう。うんうん。うん、我々はね、うん。そうですね。はい。おっちゃんからは今日以上です。僕も今日はちょっと、だいぶ、話してしまいましたけど。はい。まあ、本当にこのチャンスをみんなでものにせんとね。うん。うん。もうそのイエスさんが生まれたのに、結局迎え入れることができなかったっていう、そういう過ちをね、こう繰り返したらあかんなと思うんですよね。うん、うん。そうです。まあ、そんな、こんなで、今日もちょっといろいろお話ししてきましたけど、はい。ね、ほんと皆さん、どう思ってるんでしょうかね。うん、ご意見、ご感想、一緒か。はい。苦情、リクエスト、まあ何でもお待ちしてるんで、ぜひぜひお電話ください。はい。それでは今日は、この辺で番組終わりたいと思います。はい。それでは皆さん、さよなら。さよなら。